さあ、これマジで見ものだな。ケイコさんってどういうようなヤンなんですかね。なんていうんですかね、はい、説明するのが難しい。いやもう本当にヤンって感じですね。あ、もう本当にあの教科書のような、うめちゃくちゃ強いです。ただここはおっと、ここはゲイコンボ落として、ヤン君が若干優勢、投げて画面端、ただこっから2Xソウルで暴れて逃げてきましたね。しっかりガードジャンプで遅らせの打撃に対してはしっかり逃げていくと。そうですね、なるほど。さあナイス小ボクシガード。あー、ただ手前置きは投げられちゃった。さあここから原発を、さあおおしっかりとコパ、さあコパコパコパで暴れていく。さあ本当にゴブだ。現役人をここにあのさばききったのはめちゃめちゃでかいですよ。そうです。さあここ飛び込んで、飛び込みが金取ったのケイ君、素晴らしい、素晴らしいですね。さあお互いをまず見合って、中足が刺さる。さあ投げ上がった確認っていうのが本当さすがですね。そうですね、めちゃめちゃ難しい。あーっとここちょっと足返し、シャガチューパン見て差し返し行くと、やばすぎでしょ。あれができればやっぱりヤンってのはここダメージ稼げるタイミング増えるので、やっぱ狙っていくべきですね。差し返しあれ狙われちゃうと、はい、あの距離感でユンガーもうかつにゲージ溜めれなくなるので、空振りで溜めれなくなるので、ちょっとあれを見てヤクも動く考えないと。そうですね、さあ原発をここで何とかして崩して攻めていきたいところ。さあ前方転身から鉄山、残り半2勝局ですね。はい、さあはしっかりブロって、最大ブロって、あっと打ち切って最後ヤクがしっかり刺さる。ヤク1回戦で消える。さあ